おはよう。どうしたん？うん。ね、見てごらんよ、これ。なんかあるよ、そこ。何あれ？あ、何？あれあれあれ、あれ何？大きいのがあるんだけど。あれ何なの、あれ。知ってた？ちょっとあれ見てきてよ。あれ何かちょっと見てきてよ。なんか置いてある、あそこ。これじゃないよ。これもあったね。これもあるね、ここにね。その隣は何ですか？それ。うん。それ何？ええ。これ入れてみたら？これ、コロコロって。時はここだよ。おはようございます。今は朝ごはんのフレンチトーストを作ってるところです。今日はクリスマスですね。なんかワクワクするね、クリスマスって。朝ごはんは軽くフレンチトーストとリンゴと海鮮サラダです。ちょっと待ってよ、もう食べちゃうの？
ございます。しっかりおはようございます言えてなかったですね。おはようございます。今日25日クリスマスですね。今から、娘をねちょっと鼻水が出てるので娘の耳鼻科に連れて行って、その後にスーパー行って、今日の食材の買い足し、残りの買い足しをしといて、あとはクリスマスケーキも買いに行ってきたいと思います。行ってきます。はい、帰ってきました。外でね動画撮ろうと思ったんだけど、今日むちゃくちゃ疲れて、で1時に帰ってくる予定がもう4時です。夕方何にもできてない。どうするねえ、もうどうしよう、もう疲れた、何もしたくなくなってきた。耳鼻科がめちゃくちゃ時間かかって、お薬もらって診察してもらって、トータル全部でね2時間ぐらいかかったんですよ。で最後ケーキ買いに行って他のもの買って、で帰ってきてスーパー行ってでしてたらもう余裕ですよ。ほんと信じられんぐらい時間かかった。もう第2弾を焼いております。第1弾はもう常温で20分ほどやる予定なので、で今は第2弾を焼いております。キッシュができました。あー美味しそう。まかないロールキャベツがいい感じになってきた。面倒なので巻かずに。はい、ディナーの準備順調に進んでます。旦那さん帰ってきたので今娘と一緒にお風呂行ってもらって、その間に今から鶏の足を30分ぐらい焼くのと、1本目焼いてるのと、あと、あ、そうだこれ、あとはロールキャベツができるのを待つのと、あとはもうキッシュもねすっごく美味しそうに出来上がってます。じゃーん、美味しそうじゃない、すっごいいい香りする。キッシュとローストビーフもいい感じで2つ仕上がってます。あとはローストビーフのタレを作らないといけないね。でご飯も炊けてるしいい感じかな。あとはもうお風呂出てきたら、飾り付けして完成って感じかな。まだちょっとお肉が出来上がらないので先に私はいただきます。いただきます。おいしい、白ぶどう、おいしいです。なんでほっぺた赤いの、あなた。ジュースやから全然グビグビいけるチーズ食べようかな、スモークプレーン。ご飯食べたいんやけど。はい、クリスマスディナー完成です。クラムチャウダーとまかないロールキャベツ、チーズに生ハム、香川県の名物の一角みたいな感じの鶏の足ですねにキャベツ、あとは手作りのキッシュとローストビーフと生ハムサラダです。こんな感じです。めちゃくちゃ美味しそうじゃない今日の。いや、あのな、今日のに関してはほんまにすごいと思います。だっていただきます。いただきます。美味しい。お、これもぐもぐしてよ。いただきます。ケーキです。めっちゃ並んで1時間ぐらい並んでアンリシャルパーティーのケーキ買いました。やっぱり百貨店の人気のケーキ屋さんは高野とアンリシャルパーティーとアンテノールはだいぶ行列ができてました。そのアンリシャルパーティーのケーキ、割と関西にいた頃アンリシャルパーティーばっかり食べてたので、そんなに新鮮味はないんですけど、
やっぱり美味しいのでこちらにしました。本当はね小さいのにする予定だったんだけど、ちょっと欲張って大きいの買っちゃった。二人しか食べないから小さいのでもよかったんやけど、ちょっとねギリギリで大きい方がいいかなと思って。オープンしたよ。じゃじゃーん、めっちゃ美味しそうじゃない、うん、めっちゃ美味しそうじゃない、ほらめっちゃ美味しそうなんだけど、これで12個です。だいたい3から4人前です。うん、1個食べれる系、食べれる感じ、チョコよ、チョコだけ食べるよ。いやー食べたい、いただきます、食べよう。なのでビログマス最終日になりました。この動画でビログマスは終わりになります。25日まで本当たくさん見ていただいてありがとうございます。そしてコメントもありがとうございました。私もすごく楽しかったです。年内最後かはちょっとわかんないですけど、もう一本上がるかなちょっと微妙なんですが、もしかしたら言いそびれるかもしれないので、皆さん良いお年をお迎えください。それではバイバーイ。